これまで品川の街をカメラに収めてきた写真家たち、彼らを歴史の証人と呼んでも過言ではない。その写真の一つ一つは個人の視点が見つめた街の姿である。写真家たちがカメラのファインダー越しに見た品川の街とはどんな姿だったのだろうか。そしてまた写真家たちは何を感じたのだろう。昭和20年の写真。当時品川区は空襲でほとんどが焼け野原になっていた。これらの写真は今はもう亡くなった写真家中村立光さんが撮影したものである。立光さんはもともと宮前小学校の図画教師だった。上野にあった美術学校を卒業した立光さんは画家を志すも挫折。昭和12年春、25歳で教員の道へ進んだ。当時の彼は画家になれなかった悔しさを紛らわすため叫びたりの毎日を送っていた。そんな彼の心の拠り所だったのが居酒屋に勤める後の妻森江さん。昭和15年のある日、森江さんは自分の勤めるお店にあった中古のカメラを買い取った。コニシロク、現在のコニカミノルタのパーレット。森江さんはこのカメラを立光さんにプレゼントした。立光さんが絵筆をカメラへと持ち替えた瞬間だった。酒ばかり飲んでね、学校終わったらすぐ酒飲んで、こんなことじゃ困る、何か趣味を、その時にそのまあカメラを、まあ、手に入れて写したフィルムを現像して、それは絵が出てくる、乾いた絵菓子から四つ切りに引き伸ばす科学的なことを利用するけれども、非常にこう変化があるわけですね。それらが面白い。昭和19年、戦争が激しくなり日本が空襲を受けるようになった。結婚したばかりの立光さん夫婦に待っていたのは学童疎開。妻の森江さんも寮母として同行した。疎開先は静岡県浜松市にあるお寺だった。現地の食糧難にはもう旗と困って、子供たちフリーで遊ばしている時は止まってるトンボをね、わっつかむ、これどうするのかと思ったら、あっとこういきなり生のままを放って食っちまったね。そんな辛い生活だったが、立光さんには写真が唯一の救いだった。児童の世話の合間に写真を撮り続けた。昭和20年、立光さんは疎開先で終戦の知らせを聞いた。およそ1年ぶりに品川の地に帰ってきた立光さんたち。だがその時彼らの目に飛び込んできたのは変わり果てた町の姿だった。やっと汽車の用意ができたから東京へ帰るぞっていうことになって、戸越公園の駅を降りたらベローンって焼け野原でね、みんな唖然として、焼け野原になった町の姿、そして復興していく町の姿を立光さんは自らとダブらせながら写真に収めていった。昭和22年、写真雑誌のコンテストで立光さんの作品が入選した。宮前小学校の職員を描いた作品、これが彼をプロの写真家に目覚めさせるきっかけとなった。この年彼は教員を辞めプロの写真家になった。立光さんは双葉にあった自宅をスタジオにして撮影に明け暮れた。その写真はヌード。彼は
戦後ヌード写真の草分け的存在としてその名を轟かせた。美術学校で人物デッサンを学んできた彼は、芸術作品を作るかのように撮影に取り組んだ。生前の立光さんをよく知る写真家の永野さんはこう語る。酒こそ人生というふうな、本当の酒好きの、それがとっても温厚な方でしたね。純粋に女性美みたいなものを追求するっていう意味では最後の写真家だったんじゃないかって気がしますね。昭和47年、立光さんは露房という個展を開き、周囲を驚かせた。露房、その名の通り道端を舞台にした写真。彼が撮りためてきたその作品は、これまでのヌード作家のイメージを覆した。もうヌードは嫌だ。プロの写真家として認められたある日、立光さんはリアリティのない写真に嫌気がさした。彼はカメラを肩に街をさまよった。リアリティが欲しい。俺には撮る素材がないのか。そして彼は品川の街でリアリティに出会った。彼の求めていたもの、それは作り物ではない本当にそこにある街の人たちの暮らしだったのだ。それは戦後から昭和40年にかけての品川の姿でもある。アートとリアリティの狭間に揺れる者たちがここにもいる。立正大学現代写真研究部の3年生の彼ら、この日は被写体を探して荏原町に足を運んだ。この日彼らは品川区役所にいた。研究目的のためこの日は特別に品川シアターを借りた。その目的は中村立光さんの作品を研究するため。平成に生きる彼らの目に立光さんの作品はどのように映るのだろうか。ちょっと悲惨な感じの時代背景だと思うんですけど、それを感じさせないぐらいのその笑顔ですとか、その人の息吹的なものがダイレクトに伝わってくる感じで、そこはすごいなと思ってすごい響きましたね。写真家中村立光さんは町の人たちの暮らしを自分の足元を見つめるような思いで撮り続けた。平成7年3月、中村立光さん死去、享年82。戦後から復興する品川の姿は写真家中村立光さんの作品の中に収められている。品川区上大崎、ここに写真家永野重一さんが長年暮らしている。慣れ親しんだ町の風景、この日も杉野服飾大学の前で足を止めた。学校の前で語る学生、永野さんの作品でも見られる光景だ。続いて永野さんはドレメ通りの入り口で止まる。ここは彼がこれまでたくさんシャッターを切った場所である。行人坂を歩くサラリーマン、当時この場所にあった銀行は今はもうない。もうすっかりまた変わっちゃったけどね。その変わってくるのがやっぱ面白いから、文明のがどんどん進んで、それにこう人間がこう対応していく、それがまあ面白いって面白い。変化する街を撮り続ける永野さん、28ミリのワイドレンズとモノクロフィルムで自分の思いを表現している。この日永野さんの新作が発表された。写真展の題名は遠い視線。これは永野さんが長年取り組んできたテーマである。
長野さんは昭和22年大学卒業後、写真雑誌の編集を務める。しかし2年後その雑誌は廃刊になってしまう。これは彼にとって決して悲劇ではなかった。その当時撮った作品が写真コンテストで見事特選に選ばれたのだ。これが写真家長野重一を生むきっかけとなった。昭和24年別の雑誌に今度はカメラマンとして参加した長野さん。その2年後には結婚して上大崎に新居を構えた。そんな順風満帆な人生と思われる中、彼の中にある不満がくすぶっていた。担当する雑誌の撮影はカタログのような手法。自分の感じたことや思ったことをもっと写真に反映したい。長野さんは昭和29年雑誌社を辞めた。写真の撮り方が説明なんですよね。その場所に対する自分の感情とか思いとか、でむしろそれを写真で表現できないかなっていうふうな欲求不満みたいなものがだんだんこう溜まってきて、写真の可能性ってのはもっとこういろんなものがあって、自分の感情みたいなものも表現できるっていうことからの不満みたいなものがあった。フリーランスになった長野さんはドキュメンタリー写真の世界へ入っていく。彼は自分の感じたことや考えを写真で表現しようとした。旧東海道を歩く長野さん、彼は幼い頃港区の高輪で暮らしていた。これもっと狭かったような気がするんですよね。北品川は彼が子供の頃によく遊んだ町。長野さんは八ツ山通りに向かう路地で一枚の写真を取り出した。この道か、この道がきっとこの道なんでしょうね。昭和30年頃彼がこの辺りで撮った写真、町の様子は今と全く様変わりしていた。長野さんはその反対側、今の八ツ山通りも撮影している。この当時ここには目黒川が流れていた。写真家として有名になった長野さんは昭和34年記録映画の依頼を受ける。子供の頃から映画が好きだった彼はこれを機にコマーシャル、さらに劇映画も手掛け、活動の幅を広げていった。これは大林監督の新尾道三部作、映画二人の撮影風景である。この作品も長野さんが担当した。長野さんについて大林監督はこう語る。長野重一さんのキャメラというのは世界的に知られてますが、ワイドレンズで有名なんですね。キャメラをね、決して固定しないでね、こういうふうにこう細かく動いてるんですよ。それによってこのワイドレンズで出るそのディストーションという歪みがね、一切なくて、本当のその人間の魅力をね、引っ張り出すという大変見事なキャメラワークの持ち主ですよね。この日長野さんのもとに立正大学の彼らが訪ねた。彼らの作品は長野さんにどう映るのだろうか。一口に写真ってもいろんな表現の方法があるんで、それがあるから逆に面白い。撮り手の意図ですとか読み取っていただいてびっくりしてるっていうのが一番正直なところなんですけど、もっと頭を使って撮らないといけないなと思いました。高度成長期から町の変化を記録してきた長野さん、彼の作品は時間経過によってその時代性を鮮やかに浮かび上がらせている。私の舞台になる場所っていうのは移り変わる町っていうのがその背景にありますから、そういう意味では
品川ってのは東京の中でも面白い街だと思いますよ。品川区が発行した写真集「街の鼓動」、ここにも永野さんの写真が掲載されている。この写真集には写真家中野正隆さんも参加している。1歳の時から東京で暮らす中野さんが描いた品川。中野さんはこの日勝島運河に足を運んだ。彼は写真の面白さは瞬間にあるという。この日もその瞬間を捉えた。中野さんは小型の一眼レフやデジタルカメラに至るまで幅広く使用している。写真家にとってカメラを選ぶっていうのは、画家がそういう画材を選ぶのと一緒で、自分が描きたい絵に何で描くかっていうね、そういうことだと思うんですよね。その時々の狙いによってカメラは選ぶようにしてます。中野さんの代表作「東京ノーボディ」、誰も写っていない銀座などの繁華街、普段とは違う別世界が広がっている。大井の風景もご覧の通り。撮影期間が10年にも及んだというこの写真集、合成などの加工は一切行っていない。本当にいじらずにその瞬間で何が撮れるかっていうことが勝負だったんで、日が昇ってるのに人がいないのが不思議だっていうね、そういう世界を捉えたかったんで、もうあれはやっぱりいじっちゃうと全然面白くないんですよね。窓の向こう側に見える街の姿、中野さんはこの東京窓系で写真界の芥川賞ともいえる写真賞を受賞した。中野さんは学生時代、美術大学でデザインの勉強に励んでいた。しかし昭和54年卒業後、彼が選んだのは写真家の道だった。瞬間で全部自分を表現できる、撮ってるのは瞬間的なことなんだけど、ずっと自分が普段携わってることがそこに現れるっていう、その瞬間の面白さにすごく惹かれて写真を撮るようになった。日曜日の品川区民公園、この日中野さんは立正大学の写真研究部と一緒に撮影会を行った。これがあるのがこの場所っていうのが、なんか一発で分かるような感じで出せると面白い。普通と違うのどこかなと思って比べてみると、ここの特徴が出てくる。単純にこういうものを撮りたいっていうところから、何を伝えたいかとか、中身のある写真をもっと撮っていきたいなというのが一番思ったことです。写真家たちと触れ合った大学生の彼ら、偉大な写真家の精神を受け継ぎ、これからの品川の姿を見つめ続ける。品川の持ってる古いものの良さも理解した上で、大事なものは残しつつ新しく変わっていくっていうね、ミックス具合がすごくやっぱり街の魅力につながっていくんで、そこをやっぱり大事に考えて変わっていってほしいなと思うんですよね。これは新しい写真家たちの作品である。これからの品川の歴史は彼らの写真によって後世に伝えられていくことだろう。音のない写真の世界から聞こえてくる街の鼓動、ファインダー越しに品川を見つめる写真家たち、彼らは今日もまた街の鼓動を感じてレンズを向ける。